はいどうも、生物観察の鬼です。土地の木になんかでっかい毛虫がいますね。白いでっかい毛虫が、なんじゃこりゃ。うわうわ、よく見たら木にいっぱいついとる。うわー、葉っぱにもついとる。えぐ、低いとこにもいます。これ触って大丈夫かいな。大丈夫か、いける、かぶれへん、あぶない。あ大丈夫っぽい。あ、大丈夫ですね。うわ、でかっ、ブリブリ。なにこれ、このでっかい白い毛虫。はい、これはクスサンという大型のガの幼虫です。うわー、ゲボ吐いた。よく見たらなんかうんちが落ちてますよ。これクスサンの幼虫のうんちですね。脱皮殻も落ちてますね。クスサンの幼虫が大量発生しとる。クスサンっていうでっかいガの幼虫なんですよ。こっちの葉っぱを食べてます。うわ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 、いっぱいおるやん。よく見たら上の方がすってんてんになっとるやん。クスサンの幼虫に葉っぱ食い尽くされてすってんてんになってます。やば、これ集めてみようか。痛い痛い痛い、チクチクして痛い。もう上の方の葉っぱがほとんど食べ尽くされちゃって、それで今毛虫たちがどんどん下に降りてきてるんですよ。降りてきたやつをいただく。痛い痛い痛い、チクチクする。痛い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 。でかすぎてこれピンセットでつまめないんですよね。チクチクしてもう手で取るしかないの。あ、痛い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 。これ毒でかぶれることはないけどさ、毛がチクチクして痛いんだわ。虫かごに入れよう。うわ、お前も来るんだ。ふい、こいつ超大物。手が毛虫のゲボでドゥルッドゥルです。だねー、ほんとこの木に集中してます。土地の木こっちにもあるんですけど、こっちはほとんど食われてません。あそこに1匹いますけども。あ、1匹犠牲者が降りてきました。痛い痛い痛い、チクチクして痛い。あ、来い、もうお前は俺に捕まる運命なんだよ。はい、よっしゃ、うい、うわちょっと取りすぎたかな、調子乗って取りすぎた。全部手に乗っけてみました。毛虫団子ですね。あ、1匹落ちた。うわー、やば、十分だわ。離れろ離れろ。何匹か持ち帰ってきましたよ。あんなところにうんちが転がってます。しかしまあすごい毛だよな。この毛見てたら私ちょっと気になってきちゃったんですよ。毛虫に脱毛クリーム塗ったらどうなるのかってね。そこで私買っちゃいました。はい、ドン、除毛クリーム。これアマゾンで5000円ぐらいしたんですよ。5000円ですよ、高かったんですよ。高級脱毛クリーム。言っときますけど、これ別に案件じゃないですからね。これを毛虫に塗ってみようと思うんですけども、その前に自分で実験してみます。じゃあ私の足で実験してみましょう。あ、ここに絆創膏貼ってありますけど気にしないでください。夏になると私の足には生傷が増えるんですよ。どういうわけか知んないんですけどね、まあ、塗りましょうか。まあ、臭いな、なんか異様臭えぞ。これを塗ってなんか5分ぐらい置くと毛が抜けるようです。毛が確か溶けるのかな、この除毛剤で。皆さんごめんなさいね、気持ち悪いですよね、私の足の毛のアップなんて。でもこれも教育のためなんです。この動画を見てくれてる坊やたち、お嬢ちゃんたちのために私がね、こうやって身を挺して実験台になってるんです。なのでちょっと我慢してくださいね。じゃあ5分待ちます。そういえば前に脱毛サロンの案件が来たことあるんですよ。なんでうちのチャンネルにレーザー脱毛器で毛虫の毛を脱毛しようとしたからでしょうか。でもうちのチャンネルって美容とは対極にあるチャンネルじゃないですか。依頼くれるのはありがたいですけど、依頼してくれた会社は一体何を考えてその依頼をうちによこしたんでしょうか。うちのチャンネルで脱毛の案件なんかやってもね、お互い一切メリットないので受けなかったんですけどね。毛虫でも脱毛してくれるんだったら脱毛サロンとか脱毛クリームの案件受けてもいいですけどね。暇なので足の指毛にも塗りましょうね。これ生きた毛虫には使いづらいな。毛虫動くからな。5分待たなあかんのしんどいわ。あと普通にハゲにしちゃったらかわいそうですからね。ウイルスにやられて死んじゃった子がいるんで、死んじゃった子にしましょう。虫に寄生して毛虫をゾンビにしちゃうウイルスがあるんですよ。恐ろしいウイルスなんですけども、何匹かそのウイルスに感染してるんですよね。1匹ウイルスにやられて死んじゃったんで、グズグズにならないうちに冷凍しちゃったんですよ。こいつで実験しましょう。冷凍庫から出して解凍しときます。10分経過しました。もういいかな、おりゃ、おー、毛が抜けました。すげえ、クリームを塗ったところの毛がごっそりなくなりました。足の指毛も、おお、私の足の指毛は結構剛毛なんですけども、剛毛でも人間の毛はちゃんと抜けることが分かりました。私の毛を除毛してる間に解凍できてますね。ではバキュロウイルスに感染して死亡してしまったこの子を使って実験してみます。こちらの高級脱毛クリームを塗りつけていく。うわ、
クリームはたっぷりあるんでたっぷり塗ってあげましょうね。チリ塗ってあげまちよ。いやー、こんだけ塗ったら生きとるやつやったら動き回ってね、いろんなとこにクリームつけちゃうんで、やっぱりね、死んでるやつじゃないとダメですよね。ウイルスにやられたっぽいやつも捕まえてきてよかったね。こういう実験に使えるからね。しっかり、まんべんなく塗りましょうね。頭の周りが甘いな。しっかり塗り伸ばします。スさんの毛も結構な剛毛ですけど、まあ私の足の指ほどではないんでね、多分ちゃんと除毛できると思います。はい、ではこの状態で5分待ちます。やっぱりダメ押しで10分にしましょう。ではスタート。10分経過しました。見かけは特に変わった様子はありません。強いて言えば硫黄の匂いがするぐらいです。あれ、毛が抜けないぞ。ティッシュで拭ってみようか。うれ、全然抜けんぞ。なんと全然抜けません。どういうこっちゃ。ちょっとこれ甘いのかな。もうちょっと時間置いた方がいい。もう10分ぐらい置いてみようか。引っ張っても全然抜けないんですよ。わかんやろこれ。こうなったら塗り増ししてもう10分置いてみましょう。くっそ、なんで抜けんのや。なんでや、毛が溶けるんちゃうんかい。さらに10分経過しましたが、抜ける様子がないね。全く抜けません。これはどういうことなんでしょうか。このことから察するに、毛虫の毛と人間の毛は材質が異なると考えられます。人間などの哺乳類の毛は主にケラチンというタンパク質でできています。そして除毛クリームにはタンパク質を溶かす物質が含まれています。有効成分がチオグリコール酸カルシウム。このチオグリコール酸カルシウムの作用によってタンパク質が分解されるんですね。チオってついてるってことは硫黄が含まれてるってことです。だから硫黄臭かったんですね。除毛クリームの中に含まれているチオグリコール酸カルシウムが毛のタンパク質を溶かすことで毛が抜けるんです。除毛クリームを塗っても毛虫の毛が抜けないということは、毛虫の毛にはタンパク質があまり含まれていないということです。もしくはチオグリコール酸カルシウムで分解できないタンパク質で構成されているか、どちらかですね。昆虫の外皮はキチン質という多糖類でできています。毛虫の毛も表皮が変化したものなので、主にキチン質でできていると思われます。人間の毛と毛虫の毛は材質が大きく異なるので、人間用の除毛クリームを毛虫に塗っても毛虫の毛は抜けないということです。皆さん勉強になりましたね。毛と一口に言っても材質は様々ってことですよ。いろんな毛が世の中に存在しています。人も毛虫もそれぞれに生えている毛を大切にしていきたいですね。剥げたくないですからね。というわけで、毛虫に除毛クリームを塗っても人間の毛とは材質が違うので抜けません。なので皆さんは除毛クリームを毛虫には塗らないでください。お金もったいないですからね。除毛クリーム高いんで、無駄遣いはやめてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。